皆さんこんにちは。本日は枚方ハーフマラソンレースレポート動画です。毎年ハーフマラソンは1月末に行われる大阪ハーフマラソンに出るんですけれども、今年はですね、その翌週にある別府大分毎日マラソンに参加します。1週間前のハーフにはさすがに出られないなということで、年に1回はハーフマラソンやっぱりベスト更新したいので、どの大会にしようかなと迷っていたところ、チームのみんなが結構ね、枚方ハーフマラソン参加するよと聞いたので、僕も参加してまいりました。こちら公認レースではないんですけども、参加人数も多いし河川敷なのでフラットで走りやすい、そんなコースです。僕のハーフマラソンのベストは去年大阪ハーフマラソンで出した1時間18分3秒という記録なんですね。今回はね、その記録を更新できるかというところで走ってまいりました。ただレース前の僕の状況をお伝えすると、なかなか調子が上がらなかったんですよ。年末年始バタバタしたなというのと、なぜかポイント練習がはまらない、外しまくる、うまく走れたなと思っても全然余裕がなくこなす、そんな感じだったんですね。なのでハーフ記録更新できるかな、できたとしてもちょっとかなっていうところで、そんな感じのコンディションで走ってきました。まあ、あとはね、トレーナーらしからのレースのアドレナリンというのに期待をして走ってまいりました。さあ果たして記録は更新できたのか、レース動画はこちらになります。どうぞ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いたいた、バス、了解、バス、いどう。高山さん、了解。見て見て、出し出しや。はい、いかがだったでしょうか。まず結果を申し上げますと、結果は手元のタイムで1時間16分41秒とね、1分30秒ぐらい自己ベスト更新できました。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しかったんですけれども、それ以上にびっくりしてますね。冒頭でもお話ししたんですけども、なかなかコンディション上向かないなっていう風に自分では思ってたので、まあ、自己ベスト出せても1時間17分台前半かなと思ってました。ハーフで1分以上自己ベスト更新するってかなり難しくなってきます。その中でね、約1分30秒、まあ、正確には1分25、6秒ぐらいかな、それぐらい更新できたっていうのは本当にびっくりしましたし、すごく自信になりました。まあ、レース展開は見ていただいた通りなんですけれども、まあ、最初からね、そんなに多くはないんですけども、集団で走ることができて、基本的には前半攻めて入って、そのまま耐えて耐えてイーブンペースで走って、最後少しですけれども切り替えることができて、特に失速することなくゴールまでたどり着いたという形ですね。まあ、ハーフマラソンの理想のレース展開ではあるんですけれども、最初の突っ込んだペースで耐えられたのがちょっとびっくりでしたね。今回僕の中でコンディションが上向いた、そしてレースうまく運べたなというのには理由が3つありますので、その3つの理由を解説していきたいと思います。まず1つ目、ピンキングがうまくいった。先ほどからね、何度か言っている、なかなかコンディションが上向いていなかった。というのも、年末からね、ポイント練習があまりうまくはまらなかった。それもありましたし、12月24日にですね、10マイルのレースに出たんですね。まあ、10マイルなので16キロなんですけども、その時の平均ラップっていうのが、この時よりも4秒から5秒遅かったんですね。それでもいっぱいいっぱいでした。終わった瞬間、本当にきつかったですし、翌日筋肉痛もありました。そしてこの枚方ハーフマラソンの5日前に大阪で行われる超有名レース、全財マラソンに出たんですね。まあ10キロのレースでね、終わった後に全財を食べるというすごくアットホームな大会なんですけれども、まあそれもね、練習がてらしっかり走ってきたんですけども、その時の平均ラップ、10キロの平均ラップっていうのが今日の平均ラップとほぼほぼ変わらない、1秒早いぐらいだったんですね。これもね、いっぱいいっぱいでした。いかに今回のラップがその時から考えた異常だったかというのは分かりますよね。ちなみに10マイルの平均ラップが3分39秒、全財マラソン10キロのレースが3分35秒、そして今回の
方ハーフが3分36秒です。なぜこの短期間でここまでコンディションが上げられたのか、僕の中でうまく走れていない理由っていうのが疲労だったんですね。前代マラソンの後練習を頑張ったというか、疲労を徹底的に抜くことに集中しました。ジョギングは30分までしか行わない、睡眠時間は絶対6時間以上確保する、ジャンクフードは食べない、ただ栄養はしっかりとる、このあたりを徹底しました。これぐらいしかできることがなかったんですね。逆にこれでコンディションが上を向いていけば、まあしっかり記録出せるかなっていうね、淡い期待だったんですけども、それがうまくはまった形ですね。全体マラソンから5日間しか期間がなかったので、これぐらいしかできることはなかったんですけれども、逆に言えば皆さんも疲労がちゃんと抜くことができれば、コンディションは上を向けることができます。疲労抜くの大切を改めて実感したレースでした。そして2つ目は集団で走れた、今回の集団走の大切さ、これもね改めて実感することができました。スタートから19キロぐらいまでは集団だったんですね。残り2キロで切り替えられちゃって、僕そこについていけなかったんですよ。まあでもね、僕もそこは2キロ切り替えられたんですけれども、他が早すぎたっていうね。けど終始苦しいところっていうのはずっと集団で走ることができました。やっぱり同じペースでも集団で走ることと単独で走る、この違いは本当にあります。特にね、枚方ハーフマラソン、風がきつい大会なので、そういう時は集団で走ることのメリットが本当にあります。この集団で走るメリットを説明すると、数名の方からですね、集団が苦手だっていうことも聞くんですね。大丈夫です、僕もね集団実はあんま得意ではないんですよ。で、僕は集団で走る時は結構先頭に立つことが多いんですね。事実今回のレースでも結構先頭を引っ張ることがありました。ただやっぱり先頭で走っているときつい場面、風がきつくなってきてペースが落ちるところはやっぱりあるんですね。ここがね集団のいいところで、ペースが落ちてきたなと思ったら、それを嫌がる人が絶対いて、その人が逆に前に出てくれるんですよ。その間僕は休むことができますし、それで僕が復活してきたら、その方がきつくなってきて、次はまた僕が前に出る、もしくは別の方が前に出る、こういったねいいループが出来上がるんですね。集団が苦手だとか、集団を引っ張るのが嫌だっていう方もねいるかもしれませんけれども、苦手な方はね先頭に立てばいいんです。そしてきつくなってきたら、引く動きを見せたらね、大体誰かが前に出てくれます。まあ今回僕がいた集団っていうのはそこがすごく良くて、誰かがきつくなったら誰かが前に出て、その方がきつなら別の方が前に出っていうね、すごくいいループだったので、それもね自己ベストが出た大きな要因ですね。特にねめちゃくちゃ風が強い区間でずっと引っ張ってくれた方がいたんですけども、その方がいなかったらもうちょっと厳しかったんじゃないかなと思ってます。皆さんにお伝えできることは、自分の思ってるペースで走るか、自分の思ってるよりも3秒ぐらい速い集団があるんだったら、そっちについた方がいい場合が多いです。もちろんねこれは一概には言えません。オーバーペースになる可能性もあります。けどピーキングをうまくできれば、3秒4秒しっかり前に出ることができるんですね。10秒速い集団につくかね、正直もう攻めすぎですけれども、自分のコンディションがいいなと感じたら5秒ぐらい前の集団につくのは全然ありだと思います。まあね、そこはご自身のその当日のコンディションと決めるようにしてください。ただね、タイムが後ろの方になってくると、集団っていうよりかは個人がポツポツばらける形になりますよね。そういう方は少し前の方を目標にして走っていく、これがね一番いいです。そうすると自然と集団が出来上がってきたりもします。参考にしていただければなと思います。そして最後の一つは、チームメイトと走れた。僕はねいつもピンクのチームユニフォームで来て走るんですけれども、今回ね同じ集団でもう一人僕のチームメイトがいるんですね。いつも彼と一緒に練習してるんですけれども、今回ね彼に負けちゃったんですけれども、やっぱすごかったですね。最後強かった、最後離されちゃいました。このいつも一緒に練習している人と走れる安心感、リラックスっていうのと、負けたくないなっていうこの闘争心、2つがうまく噛み合いましたね。僕もきつくて離れそうになったことありましたし、その都度彼を見て、あ、やっぱ離れたくないなと思いましたし、そして後でその彼に聞いたら、いやめっちゃきついところありましたけれども、離されたくなかったから頑張ったとも言ってたんですね。まあこれ聞いた時はめちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ最後ね負けちゃったんですけれども、まあ、悔しい気持ちもちろんありますけども、それ以上に、ね、一緒に走れて嬉しかったなっていう気持ちがあります。このことから思ったのは、どれだけいつも通り普段通り走れるかっていうところですね。僕の場合だとチームメイトがいることによって、いつもの練習環境と似てるなという、そういう気持ちになってリラックスできたっていうのが大きいですね。平常心、いつもの練習通りっていうのがいかに大事か、それが分かります。いつもの違う環境や場所だと、どうしても力みが出たりとか、意気込んでしまいすぎて普段通りの動きできなかったりします。ただいつも通りの環境で走れるっていうところが、皆さんのパフォーマンスを最大化させる、これが一つね大きいんじゃないかなと思います。ここは一つ宣伝になるんですけども、高山アナウンサーの話で皆さんお待ちしております。まあ僕個人としての感想になるんですけれども、りょうくんとね走れて本当に楽しかったし、バシバシできて本当に、ね、最高のハーフマラソンでした。以上のね3つが僕が今回うまくいった理由かなと思います。まあ本当にね自分の中で記録が出てびっくりしますし、もちろんそれだけじゃなくて嬉しい気持ちもあります。きつかったけどもっとやれるなと自信にもなりましたし、自分がこのシーズンやってきた練習っていうのはやっぱり間違ってなかったというね自信にもなりました。僕の今シーズンのね大きな目標っていうのは、別府大分毎日マラソンでベストを出すことです。あとね1ヶ月切りましたけれども、すごくいいはずになりましたので、ここでしっかりベストを出して皆さんにいい報告できるように頑張ってまいります。皆さんも一緒にね頑張っていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。言い忘れましたけれども、今回使ったシューズは匠1000ですね。
匠選手シリーズで走ってきました。まあ、ハーフでもね、しっかり足も回せたし、匠選手シリーズやっぱり僕の足に合ってるなと思いましたので、別府大分毎日マラソンもこいでいこうと思います。まあ、動画は別に作らなくていいかなと思ったんですけれども、あまりには結果が良くて、ピーキングであったりとか、あとはレースプランであったりとか、リラックスするっていうところね、ここの大事さを身に染みて僕も痛感しましたので、それを伝えたくて動画を作りました。あとはレース中の動画ですね、チームのみんながめちゃくちゃ撮ってくれたので、それもね、せっかくだったら使いたいなと思いましたし、チームメンバーじゃないんですけれども、最後の並走動画撮ってくれたのが枚方マスターズっていうチームの直樹さんという方で、まあ、同じチームじゃないんですけども、面識あってね、あったら絶対お話しする方なんですけども、そういった方もね、めっちゃ応援してくれたので、まあ、せっかくだったら動画に残したいなと思ったので、報告動画を作らせていただきました。応援してくれた皆様やチームメンバー、そして直樹さん、本当にありがとうございます。僕が動画で言ってる内容や練習方法っていうのは、僕自身も実践してる内容なんですね。僕がね、いい結果を出せば出すほど、僕の動画を見て勉強してくださってる皆様が自信を持って練習したいとか、自信を持ってレースに挑めるなと思いましたので、今回はね、僕の結果を見て普段練習頑張ってる皆様が少しでも自信になればと思いました。シーズン後半に入りましたけど、自己ベスト出せるようにみんなで頑張っていきましょう。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント動画を作る励みになります。今日の動画も参考になったと思うので、いいとも高評価ボタンよろしくお願いします。疑問質問がある方はコメント欄に放り込んでください。動画を作る参考にしていきます。 LINE 公式アカウントは練習会やイベント情報など、こちらねメインで配信しております。シーズン後半絶対一回出したい方、ぜひともね、高山の話でお待ちしてます。来ていただいた方に聞くと、一発目エントリーするのにすごく勇気いったけど、来て本当に良かったと言っていただけます。ポッチを迷っている方、ぜひともお待ちしてます。絶対に後悔させませんし、絶対早く示せますので、皆さんぜひとも待っております。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画は参考になったけど、まだチャンネル登録していない方々、これをご覧にポチッとよろしくお願いします。 X や Instagram で高山マラソンシェア、フォローいただけると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。